丁寧な情報提供みたいなのをやっぱり今までちゃんとやってなかったんで、まあその500円かかることのとか、なんかまあどうやって行けばね早く行けるのかとか、その手間をどういうふうにすればもうちょっと回避できるのかとか、まあ社内のアナウンスもそうだし、その切符買う時の情報提供とかもそうだし、まあそういうね、まあ情報の渡し方みたいなのが極めて上手じゃなかったと思いますので、ちょっとまあこれを機にね、JR 東海にもよく働きかけて、近鉄なんかもね、最近は多言語とかも含めてだいぶ改善してきてくれてるので、もっと JR 東海もやってもらうように。で、F1 もね、やっぱり結構僕も鈴鹿に住んでたから、よく言われたんで、まあもうちょっとこの、ボランティア増やすとか、もっとスムーズに通れるようにするので、まあ、台湾の人たちに近鉄の、近鉄のレールパスを名古屋で買うところの場所がすげえ遠くて、みんなでっかいカバン持ってんのに、そういうのをなんとか配慮できないのかみたいなんで、で近鉄対ちょっと改善してもらったんで、そういうなんか旅行者の人の目線っていうか、あらゆる部分において、この前のまあ第3回のサミットフォーラムズでやった時も、デイビッド・アトキンソンさんっていう人がね、新観光立国論と書いた人が言うてましたけど、やっぱりね、その自分目線っていうか、まあなんかどうせ乗る人はこの高校通ってる高校生とかやろうみたいな、そういうのはやっぱ飽きませんよね。しっかり JR 東海に、これからポストサミットのこともありますから働きかけて、それでは外国人観光客のね、皆さんに、たくさん来てもらうような、まあ情報発信と、でそれからまああとマイス国際会議とか、あるいは会社の企業の役員さんの旅行とか、そういうものをしっかり誘致をね、していきたいと思いますし、あとはやっぱり僕は観光局とかにも言うてるのは、今一度こうやって伊勢志摩がこのプレイアップされたということは、昔の新婚旅行を来た世代とか、昔の関西、僕も関西だったんで、修学旅行を来た世代とか、そういう人たちにもう一回訴求する旅行商品とか情報発信のあり方、そのインバウンドだけじゃなくて国内向けのね、そういうのも熱くしていかなあかんよってことを言ってるもんで、でもう一度そのあたりの世代にターゲットてのと、あとは教育旅行ですよね、修学旅行でもう一回戻ってきてくれると、こうやって世界最高峰のね国際会議やった場所なんで、学ぶこと多いよというので、もう一回教育旅行に、それは内外国内だけじゃなくて、例えば台湾とかもそうですけど、に来てもらえるような、そういうこの、まあとにかくこうせっかくのチャンスを生かして交流人口をね、増やすのをしていきたいと思いますので、まあ目処としては、まあ次の日本での開催地が決まるまでっていうことと、あと2025年が多分山口祭が次の遷宮のね始まる時なんで、それぐらいまでなんとかこのサミットの一定の効果を持つようにね、頑張りたいなというふうに思いますね。はい、まああとは当然それにこう貸し博とかね、あとはまあ今年伊勢志摩公立公園70周年もやりますし、あとは国体とかそういうのもインターハイとね重ね合わせていってね、効果持続させていくようにしたいですね。ちょうど去年、そのロンリープラネットと双璧のアメリカの旅行雑誌というか、その本のトラベル&レジャーっていうのがあるんですけど、トラベル&レジャーでは2016年に行くべき世界の50カ所の中の一つに日本で唯一三重県が選ばれたんで、であれも中身は伊勢志摩の話がほとんどなのに、写真が丸山千枚田だったんですけど、やっぱりそういう旅行雑誌とかに書かれるというのは重要なので、そういうアプローチもね、この海外の人たちが見る海外のメディア、あとは例えば今年の1月に、去年11月にタイ行った時は、タイの最近の個人旅行の皆さんはなんか特定の掲示板、なんかまあ2チャンネルのもうちょっとみたいな感じの掲示板があって、で例えばそれこそ伊勢鉄道を乗って亀山の駅でこの表示のところに行けとかね、ここでこの改札これっていうの写真が全部ペペペペって貼ってあってみたいな、そういう掲示板があるらしくて、そういうなんかやっぱり海外の人たちが見るメディアにどうアクセスするかっていうのは大変重要なんで、まあ、その辺はしっかり営業をかけていきたいと思いますね。